皆さん、こんにちは。このビデオは暗号技術入門ビデオ5です。改めまして、マイクロチップシニアエンベデッドソリューションズエンジニアをしております、中川と申します。これは暗号技術入門のプレゼンテーションのビデオ5、最後のビデオとなります。ここではパート8、セッション鍵と鍵交換、パート9、乱数、パート10、セキュアブートといったテーマについて見ていきます。これは応用編ということで、特にセキュアブートにおいては弊社の実際の製品の仕組みについても取り上げます。では早速、パート8、セッション鍵と鍵交換についてお話しします。セッション鍵というのは、鍵を推測されることに対処するための使い捨て鍵のことです。同じ鍵を使って大量の暗号文を生成するのは危険なことです。もし誰かがその大量の暗号文を集めて解析したら、鍵を見抜かれてしまうかもしれません。ですので、頻繁に変更される一時鍵を使うことで脆弱化を防ぎます。一時鍵はセッション鍵と呼ばれて、その一つのセッションの長さに決まりはありません。単一メッセージの転送を1セッションとしても構いませんし、あるいは1日分、または1週間分の転送を1セッションとしても構いません。で、さらに言えば、1回の転送の中で複数のセッションを構成することも可能です。特に金融ですとか軍事関係の転送では、1つのメッセージの転送中にセッション鍵を頻繁に変更します。ここでは対象暗号をセッション鍵を用いて行う方法について詳しく見ていきます。今までと同様に、アリスとボブそれぞれ共有鍵をすでに共有しています。まずアリスは乱数を作ってボブに送ります。で、それぞれ共有鍵を使ってハッシュを取り、そのダイジェストをセッション鍵として使います。平文をサイファーに入れて、それをセッション鍵で暗号化。で、ボブの方では逆にサイファーで暗号鍵を使って、いや、セッション鍵を使って平文に戻します。ということで、前回と少し違うのは、このセッション鍵を作る、共有鍵を使わずにセッション鍵を作って、それを使うというふうに1段階手順が増えているということです。鍵の確率ということで、この鍵の確率というのは、複数のノード、このノードって何って言い換えるとすれば、コンピューターですとか、車両の中で言えば ECU。 で、この複数のノードで一つのセッション鍵を共有することを可能にする方法、今までアリスとボブ、あらかじめ鍵を共有しましたと言いましたけれども、簡単に言いましたけれども、これはどのようにするのかということです。で、この鍵確率には2つの手法がありまして、鍵配送、1つのノードが鍵を生成または取得し、それを他のノードへ配送するという方法があります。ただこれは簡単ではありません。おそらく今まで申し上げました通り、インターネット上でメールで送ってしまったら、誰かに見られてしまうかもしれません。じゃあ手渡しをしようとすると結構大変です。あるいは郵便で見えないようにして送るという方法もあるかもしれません。いずれにしてもコストや手間がかかります。もう一つの方法として鍵合意というものがあります。2つ以上のノードがそれぞれが寄与する、またはそれぞれが関連付けられた情報を使って1つの鍵を生成する。1つのノードだけで合意値を計算できてはならない。この合意値というのは、つまりできた鍵のことです。こう言ってもあまりよくわからないと思いますので、次のスライドで詳しく見ていきます。ディフィーヘルマン楕円曲線鍵合意 ECDH というアルゴリズムがあります。独自の公開鍵ペアを持つ2つのノードの間で1位の共有秘密鍵を確立できるようにするプロトコルです。この数式の左側を見てもらいますと、アリスのプライベート鍵とボブの公開鍵、そ
そして右側を見ると、ボブのプライベート鍵とアリスの公開鍵。これどういうことかと言いますと、アリスとボブ、それぞれがキーペアを作って、公開鍵だけを交換しました。ですので、これ左側がアリスの持っている鍵で、右側がボブの持っている鍵です。で、それぞれを、この2つの鍵を ECDH に入れると、シェアドシークレット、SS というものが出てきます。で、この値、アリスの方でも、ボブの方でも同じ値が出てきます。で、これをシェアドシークレットですとか、あるいはプリマスターシークレットと呼びます。で、このシェアドシークレット、SS を鍵として使うことができます。ここでは ECDH を使ってメッセージを暗号化して送信する。さらに、ボブはアリスから届いたメッセージが改ざんされていないということを確認するということで、詳しく見ていきたいと思います。まずはアリスの方から見ていきます。アリスはプライベート鍵とシェアドシークレットを持っていて、さらに送りたい平文があります。まずはハッシュを取ってプライベート鍵で署名をつけます。で、シェアドシークレットを使って暗号化し、その署名と暗号文を合わせてデジタル封書としてボブへ送信します。で、次にボブの方です。アリスからメッセージが来ました。シェアドシークレットを使って複合し、平文が出てきます。その平文からハッシュを取り、署名から出てきたハッシュと比較することで検証します。こうすることによって、例えばシェアドシークレットが間違っていたとしたら、この署名検証によって見抜くことができます。ECDH においては SS、シェアドシークレットは常に同じです。ですので、これをずっと使い回していると、たくさんの暗号文、がその鍵で作られて、で、それを解析したら鍵が推測できてしまうかもしれません。これを防ぐための方法として、ノード認証後に毎度新しいキーペアを作って鍵交換をして SS を作って、その SS を一時鍵として使うという方法があります。これを ECDHE、エフェメラルと呼びます。このエフェメラルというのは単寿命という意味です。で、重要なことは、この鍵がいらなくなったらすぐに、この鍵と、鍵ペア含めて全て破壊するということです。こうしておかないと、例えばボブがもういらなくなったと思ってコンピューターを捨てて、その中に鍵が入っていたら、で、さらに暗号文がどこかに残っていたら、複合されてしまいます。で、このことを PFS、Perfect Forward Secrecy と呼びます。で、これに先立ち、もちろん、高信頼性のノード認証を実装しておかないと意味がありません。あるいは、もう一つの方法として、KDF、Key Derivation Function を使うこともできます。まあ、一度だけ共有秘密鍵、シェアドシークレットを作った上で、それを KDF にかけて、セッション鍵を導き出す、ということができます。で、この際には乱数を使って、そのセッション鍵を生成します。では、これについても詳しく見ていきます。アリスとボブ、それぞれで公開鍵、プライベート鍵を作りました。で、アリスとボブで公開鍵を交換します。で、それぞれがディフィー・ヘルマンのアルゴリズムを使ってシェアドシークレットを作りました。で、これをそのまま使用するのは危ないので、KDF によってセッション鍵を発生させました。で、平文をサイファーに入れてこのセッション鍵で暗号化。で、ボブの方では逆に平文に戻すということができます。では次にパート9、乱数について詳しく見ていきます。
ここでは乱数が使われる暗号技術というところについて見ていきます。ここまでのプレゼンテーションで乱数というものが何度か出てきました。この乱数というのは例えば鍵の生成、例えば16バイトの鍵で取り得るすべての鍵のパターンのことを鍵空間と言いますけれども、その鍵空間の中からどれを実際に鍵として採用するのかということを決めるときに使います。あるいは鍵ペアの生成、公開鍵暗号ですとかデジタル署名ですと鍵ペアがありますけれども、これも同様に鍵空間の中からどれを鍵ペアとして採用するのかということを決めるときに使います。あるいはブロック暗号の初期化ベクトルの生成ですとか、リプレイアタック防止のためのノンスの生成、あるいはパスワードを暗号化するときに、パスワードが短すぎるときに付け足すソルトの生成といったことに使われます。ここではノンスについて詳しく見ていきます。このノンスって何かというところなんですけれども、まずここでもアリスとボブ、そしてマロリーが出てきます。アリスはボブに今メッセージを送ります。ボブさん100万円送金してくださいっていうメッセージを送ります。で、マックをつけることでアリスが作ったものだと分かるようにします。で、これをボブに送ります。ただこれインターネット上ですので、マロリーが盗聴しているかもしれません。で、マロリーは鍵を持っていないのでマックを自分で作ることはできませんけれども、このメッセージを盗聴してしまえば、この平文とこのマックの組み合わせは正しいということはわかるわけです。ですので、それをそのままボブに送りつけてやります。これが再生攻撃です。そうするとボブはこのメッセージを2回受け取ったので、合計200万円送金しなきゃいけないということになってしまいます。まあ、マロリーとしてこんなことをして何の意味があるのかという問題はありますけれども、まあ、いたずらとして成り立ちます。ではどうすればいいのかということなんですけれども、一つの解決策としてはノンスを使います。通信に先立ってまずボブがノンスを送信、毎回違う乱数を送信します。で、アリスはこのノンスと平文に対してマックをかけてボブに送ります。で、マロリーが先ほどと同様に盗聴し、再生攻撃、リピートアタックをするんですけれども、これノンスが同じなので、ボブは、これはおかしい、ということに気づくわけです。この他にも、ノンスの代わりにカウンターの値を使って0、1、2と、毎度違う値を入れていくという方法がありますけれども、これの場合は、両側で値をトラックしておく必要があります。あるいはタイムスタンプを使うという方法もあるんですけれども、そうするとアリスとボブで時計を合わせておかなければいけないということで、どの方法を使ってもそれなりに手間があります。ここでは乱数の性質について見ていきます。まず無作為性、これは統計的な偏りがなくデタラメな数列であるという性質のことです。予測不可能性、過去の数列から次の数を予測できないという性質。再現不可能性、同じ数列を再現できないという性質。再現するためには数列を保存しておくしかありません。で、これ弱い疑似乱数ですと無作為性しかありません。で、強い疑似乱数ですと無作為性、予測不可能性、両方あります。真の乱数ですと再現不可能性もあります。この疑似乱数というのはソフトのアルゴリズムで作る乱数ということです。で、ゲームやシミュレーションでしたら無作為性だけで十分です。シミュレーションの場合は何度も同じ値が出てこないと困りますので、むしろこれでなければいけません。ただ暗号に使うと弱い疑似乱数は見破られます。ですので暗号に使う場合には最低でも強い疑似乱数が必要になってきます。ただ強い疑似乱数であってもずっと乱数を出し続けていると
どこかで同じ乱数がの列がまた出てくるということは避けられません。真の乱数というのはハードウェア的に作るしかありません。例えばインテルの CPU で RDSeed ですとか RDLand という命令を使うと、 CPU 内部の温度計の数値をもとに真の乱数を作ることができます。あるいはセキュリティデバイスの場合には強い疑似乱数を備えている場合もあれば、真の乱数を備えている場合もあります。この場合には例えばノイズを種にした真の乱数生成器が載っています。ではパート10、セキュアブートということで、弊社の CEC1702 と ECC608 という製品を元にしてセキュアブートの詳しいところを見ていきます。セキュアブート CEC1702 ということで、この CEC1702 はマイコンなんですけれども、これをホストプロセッサー、どんなプロセッサーでもいいですし FPGA などでも構いません。これに後付けしてどのようにセキュアブートを実装するのかについて説明していきます。この CEC1702 が最初に起動し、ブートローダーからコードの実行が開始されます。この部分は改変することが不可能になっていまして、これがルートオブトラストを形成します。 SPI フラッシュにはホストコード、マネジメントエンジンコード、そしてそれぞれの署名が入っています。これらの署名はプライベート鍵を使ってお客さんご自分で作っていただくものです。マイクロチップはこの鍵を知りませんし、このシステムの中にも入っていません。電源が入った際にはブートローダーはまずリセット信号を操作し、ホストプロセッサーをリセット状態にします。この間に CEC アプリケーションイメージを SRAM の中に読み込み、 OTP にある公開鍵を使って検証します。でこの検証が終わった後にホストコードを別の公開鍵で検証します。でこの時点でブートローダーはリセット信号を解除し、ホストプロセッサーはコードを SPI フラッシュから読み込みます。ここまでの手順によって CEC1702 だけでなく、ホストプロセッサーで走っているホストコードも信頼できるものとなり、これから走らせるものも同様に信頼することができます。では次に SPI フラッシュがどのように使われているのかについて詳しく見ていきます。ここでは先ほどの SPI フラッシュの中身がどうなっているのかというところについて見ていきます。まず一番下の方にタグ0とタグ1がありまして、まずはタグ0の方を見ます。でその指しているところを見て、そのヘッダー、ファームウェアイメージを読み込んで、暗号化されていれば複合で署名検証もします。でもしこの署名がおかしければ、タグ1の指している方を見ます。これも同様に署名検証をして、おかしければもうブートはしません。それから一つ気づいていただきたいのが、このファームウェアイメージの隣に公開鍵が入っています。これ何に使うのかと言いますと、この公開鍵と CEC1702 に入っているプライベート鍵を ECDH にかけてシェアドシークレットを作ります。でこのシェアドシークレットでこのファームウェアイメージを複合することができます。では次に ECC608 を使った対象認証によるセキュアブートについて見ていきます。ここでは新しいファームウェアがインターネットを通じて送られてきました。これでファームウェアをアップデートするわけですけれども、その前にまずこのファームウェアがきちんとしたものかどうか確かめなければいけません。でアプリケーションイメージからハッシュを取り、ペアレントキーを使って Mac を生成します。でこの Mac がそのファームウェアについてきた Mac と一致するかを見て、これ一致すれば
このファームウェアは信頼できるものだということがわかります。ここで先ほどの認証済みのダイジェストを ECC608 の方に取っておきます。で、MCU の方、アプリケーションイメージは先ほどと変わっておらず、また電源が入ったという想定です。ここでアプリケーションイメージのまずダイジェストを生成します。で、ECC608 の方で乱数を生成して送り、この乱数とダイジェストで Mac を生成します。で、先ほどの認証済みのダイジェストが ECC608 にありますので、ここからも同じようにダイジェストを生成し、一致するかどうか確認します。このように認証済みのダイジェストを取っておくことによって、鍵を使った操作を省いて、シンプルにチェックすることができます。もちろんこのアプリケーションイメージが新しいものに変わったら、鍵を使って認証する必要があります。では次に同じ ECC608 を使って非対称認証によるセキュアブートを見ていきます。まず ECC608 の方には公開鍵を入れておく必要があります。で、MCU に入っているファームウェアにはプライベート鍵を使った署名がついています。で、ブートローダーの方でアプリケーションイメージのダイジェストを作ります。で、それを署名とともに ECC608 に送ると、ECC608 は公開鍵を使って、この署名をチェックし、このアプリケーションイメージがきちんとしたものであるかどうかということを確かめます。で、これ、先ほどの対象認証と比べてどちらが良いのかということですけれども、基本的には、やはりこの非対象認証の方が、プライベート鍵をこの中に置かなくても良いので、一般的によく使われます。ただこの左側のマイコンが安いマイコンの場合には、これに必要なアルゴリズムをサポートしていない場合、などがあり、このような時には対象認証しか選択肢がありません。まあ、ただ対象認証の方が計算は早いというメリットがあります。これでこのプレゼンテーションも最後になりました。このプレゼンテーションではこの10個のテーマについて取り上げました。今中には分かりにくい箇所もあったかと思います。こういう時におすすめなのは本を読んでみることです。暗号技術に関する本というのは世の中にいくつか出ておりまして、分かりやすいものもいくつかあります。あるいは、このプレゼンテーションに関するコメントですとか質問がありましたら、この YouTube のコメントとして書いていただければと思います。時折コメント欄をチェックするようにします。最後に関連リソース、その他のビデオについて紹介したいと思います。マイクロチップジャパン公式チャンネルの過去のウェビナーというリストを開くと、他にもたくさんのセキュリティ関係のビデオがあります。例えばコンスーマー向けのセキュリティ製品の紹介であったり、主催向けのセキュリティ製品の紹介、といったようなビデオがたくさんあります。またマイクロチップ公式チャンネル、これ英語なんですけれども、これのセキュリティというリストを開いていただくと、これらジャパン公式チャンネルにあるようなビデオの元になった英語のビデオですとか、あるいは今日私がお話ししたような内容のビデオ、それ以外にもまだ日本語にされていないたくさんのビデオがあります。ということで、このプレゼンテーションはここまでです。皆さんありがとうございました。